吉井さんお疲れ様です、まあ、今年のこういったやり取りの中で一つ重要なキーワードとなったのが展開ってことなんでしょうねこの展開っていうのは情報発信をする中で何かね経験がしっかりある方とか結果をしっかりと残された方っていうのが一言にそれをまとめてお話しするんですよねさもなければ2時間とか3時間の講義になってしまいますので単純にこういうことがコツなんだよってことをパーンと言い放つんですよ で多くの方は、その凝縮されたたったワンフレーズ一言を展開することができないんで、何なんだろうかなとかね、そんなありきたりのことをとか、抽象的すぎるとかね、もっと具体的に教えてくださいって感じで、なんかよくわかんないもの通り過ぎちゃうんですけども、まあでもね、似たような経験や体験を繰り返している方っていうのは、あ、そういうことだったんだ。その言葉っていうのはかなりこういう意味なんだよねっていうふうに展開してきて、 たったワンフレーズのそれこそ言葉にしたら10秒ぐらいの言葉を5時間とか10時間の内容にどん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 広げていってそれを一つずつ自分の課題として攻略し直すってことができるんじゃないかなと思うんですよ。あの王貞治さんのね一本足打法っていうのは私たち、ね、テレビを見ている側からしても当時すごくね異彩を放ったものだったんですよ。一本足打法なんだそりゃみたいな。じゃああの打打法でホームランンンがバンバン打てるんだったら 俺も一本出し,出しアホをすればいいじじゃんっていう感じでね少年野球とか草野球する小子どもたちは、ね、みんなこぞって一本足打法の真似をしたんですよでもまずは一本足打法でもフラ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 しちゃってね全然一本足で投球があのバッターの近くに来るまで待てないとかねそれから一本足打法をやるんだけども全然ホームランが打てなくってんだこりゃって感じで結局はオリジナルなスタイルに戻ってしまったりとかそもそも。 今これだけプロ野球が発展してきているのに一本足打法のね2番線次3番線次ってのが全く出てこないんですようんだからホームランを量産する方法が一本足打法だとすると王貞治選手が一本足打法をする前には誰もそれに思いつかなかったんですよねで王貞治選手がやってみて実際にホームランを量産してみると一本足打法は有効だってことに多くの方が気づかされた要するに 王選手は回答を私たたちに示してくれたんですよねでもその回答が分かっているのにカンニングできるのにそれすら真似できないといととうことがありますじゃあ一本足打法を展開してみるとどういうことが起きるかっていうとまずはしっかりとした選球眼が必要で一本足で立ったままでも体がぶれないようなしっかりとした足腰が必要になってくるそしてね、えー、フォームですよね一本足で 構えた時のフォーム、それこそ顎の位置とか頭の位置、か細かいところまでがピタッと一致している。それに加えて、大沢春選手の体格、筋肉量、それから身長、こういったものがいろいろ組み合わさって、やっと一本足た法っていうのが完成するんですよね。だから一本足の一本だけを真似しても、それはなかなかね、結果が出ないよってことなんですよね、きっと。あ、バッテリー切れそうだな。